本日のまどかテレビは放送界の卵の人たちに来ていただいております。放送界といってもラジオやテレビではありません。裁判官、検察官、弁護士、そういう人たちのことなんですね。そのお三方のちょっと自己紹介をしていただきます。どうぞ。こんにちは。弁護士1年目でビギナーズネットの会員の野口恵子と言います。よろしくお願いします。こんにちは。ビギナーズネットに所属しています、青山学院大学法学部4年の山岸加奈と言います。よろしくお願いします。こんにちは。ビギナーズネット代表の日本大学、法学部2年生の竹崎優希と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ビギナーズネットに3人所属してらっしゃる。今日かわいい T シャツ着てらっしゃいますが、これがビギナーズネットの、はい、T シャツなんですよね。はいはい。野口さん、そのビギナーズネットってどういうものなんですか？はい、ビギナーズネットというのは司法修習生に対する休止制の復活を求める、若手のネットワークでして、具体的には法学部生、あとロースクール生やロースクールを卒業した人、司法修習生、それから若手弁護士の人たちを中心に作られていて、全国で2300人を超す会員がいるネットワークです。谷崎さん、修習生、司法修習生っていうのを普通ちょっと聞いててね、はい、私もなんか言いにくいんですけど、聞いてらっしゃる方わからないと思うんですが、そうですね、どういう人たちのことを言うんですか？基本的に、司法修習生っていうのは、まず司法試験には合格した人たちが、なられるんですけれども、はい、そこから実務に入るまでに、その実務をどういうことやるのかとか、検察官になるのか、裁判官ってどういう仕事をするのか、弁護士ってどういう仕事をするのかっていうのを、実際にその1年間かけて、それぞれが修習地っていうところに行って、まあ、勉強をするんですね。ようなそれはほとんどフルタイムで朝から晩まで勉強をして、はい、アルバイトはしちゃいけないというのがあるんですよね。はい、してはいけないんですね。その1年間の修習期間を経て初めて弁護士事務所に行ったり、はい、また裁判官試験を受けて裁判官になったり検察官になったりってなるわけですよね。はいはい、でその間の今皆さんがビギナーズネットでやってらっしゃるのは、その司法修習期間というのが1年間ずっと生活費を給付されてたんですね。はい、その給付制がなくなって退避制というか貸与制になった、はい、そのことをもう一度給付制に復活してほしいという活動をしてらっしゃるという、はい、そういうふうに、はい、でいいんですよね。はい、でそれはどういうところが問題なのか、ね、はい、まず第1点目なんですが、はい、先ほどおっしゃった通りアルバイトも禁止をされていて、フルタイムで平日時間を拘束されている、うん、また、それぞれの修習地への配属というのは一応希望は捉えるんですけども、最終的には最高裁が指定された47都道府県に配属がされるという中で、全くその生活費を給付されずに、うん、お金を借りるということはまた返さなければいけない、うん、そうですね、そういうところでまず1点問題があると考えています。でただこれにとどまらず、実はその2点目としてもっと大きな問題があって、そのような状況でその収集を行わせるということは、国が司法界、3点の一つである司法を担う人材 の、 育成に対してしっかりお金を使っていないということで、将来人々の人権を守るために働くはずの放送の、放送を育てるということがおろそかになるのではないか、それが引いては国民の皆様に必要な法的サービスを提供することができないのではないかという問題意識から私たちは活動しています。なるほど。弁護士さんといっても、企業の顧問弁護士で結構まあお金の入る方もいれば、それこそ赤ひげのようなね、お医者さんもそうだけども弁護士さんで、私の顧問弁護士さんも刑事コロンボというあだ名がついてるんですけど、本当にもうものすごく一生懸命いろいろやってくださるんですけど、本当一人でずっとやってらしてね、決してそのお金持ちになれるような仕事ばっかりじゃないことはそれ見ていてもよくわかるんですが、私母子家庭のずっとネットワーク持っていて、お母さんのその離婚の時の困ったのを見ていてね、絶対に自分はね、弁護士になろうというお嬢さんや息子さん結構いらっしゃるのね、もうその応援すごくしたいんだけど、母子家庭でね弁護士にまでなるってすごい大変だと思うんですよ。そうですね。今皆さんの周り大学生、豊かなお家の子だけが法学部行って弁護士になろうってわけじゃないでしょ。そうですね。どんな感じですか？やはり今こう家計も厳しくなってきてますので、
多くの人が奨学金を借りて大学に通ったりしている状況なんですね。そういった状況で弁護士になるためには、今は法学部を4年間出た後に基本3年間のロースクールに行って、はい、その後司法試験を受けなきゃいけないということで、もう時間もお金もかかる制度になってますので、うん、こう私今ちょうど大学の4年生なんですけど、なので今年ロースクールの受験の人が多かったんですが、やっぱり家計的にちょっと厳しいから行けないとか、諦める人もいて、うん、そういう姿を見るのはすごく残念 で、うん、そうですね。あとは最近やっぱ若い人の中で司法界のこういう状況がこう見えてきているのか、法学部の志願者も少なくなってしまっているので、やっぱ将来の法曹の担い手を育てるっていう部分ではすごい不安な面が多いかなっていうふうに思いますね。あなたの方もそうですか？そうですね、僕の先輩は今修習をやっているんですけども、その方はもう借金が1800万なんですよ。今までで、そうなんです。大学と法科大学院と修習費用で1800万で、もう月にもう10万以上返していかなくちゃいけないっていう状況で、もう果たして返しきれるのかなっていう心配だとか、大変ですね。多くて2000万っていうのが一番最新のデータですから、やっぱりもうそういうのもザラになってきてるんですよね今。はい、司法制度改革の時に法科大学院もできたり、地方に弁護士さんが足りないからね、その数を増やそうというのと同時に、この給費制が貸与制になったと思うんですけども、はい、そのなんか貸与制になった第一期生なんですって、野口さん。はい、そうです。どうでした、その招集期間っていうのは。私は非常に特殊な経験をしていて、収集が始まった最初の半年はお金を借りなかったんですけど。それはお金持ちだからですか？まあ多分その本当に太陽を打てなければならなかった人に比べれば若干恵まれているんだろうとは思うんですけども、必ずしもそのお金持ちと言われるような家ではなく、やはりその自分がこれから弁護士になった後も借金300万を抱えて、この今非常に弁護士の収入が低下している中で返せるのかという不安があり、借りずに済むなら借りないままに済ませようと堅実に考えたんですね。それからお家から通えるってこともあったんですね。私はそうじゃないの、アパートは借りたんですけど、それでよくやってきましたね。どうやってお金を、親からは一応仕送りはもらいながら、あとは自分がこれまで貯めてきたバイトのお金を切り崩しながらということで、修習生になる前にバイトをして貯めてらしたのね。そうですね。なるほど、堅実ですね、でもその堅実にやってたつもりでも、やはり修習を始めると生活が非常に社会人の方と同じようなものなので、もうスーツを着て、そのスーツ用のカバンを持って靴を買ってということを繰り返していると、どうしても非常に学生みたいじゃないんですね。そうなんですよ、出費が非常にかさむんですね。なるほど。そうしていたら、やはりそのうちお金がもう足りなくなってきてしまって、もともと親からもらっていたお金もそれだけで生活ができるような額ではなかったので、やはりこのままでは十分な収集ができないと思って、半年経った後から貸与を受け始めたという経験をしました。なるほど。それで貸与を受けなかったっていうことも経験し、貸与を受けたということも経験して感じたことですが、貸与を受けても受けなくても、この貸与制というものが非常に放送になろうとする人たちが育つ環境としてふさわしくないというのを強く感じています。貸与を受けていない人は手元にお金がない状態、少しは何かしらあるにしても、額としては貸与を受けている人よりもずっと少ないので、本当に収集に絶対に必要だと思われる本があっても、それを買うのを控えてしまう。あと法律の方が高いんですよね。5000円とかもできないので、そうね、あとはその私は熊本で収集をしていたんですけれども、熊本というと水俣であるとか、あとハンセン病の療養所があったりという、さまざまな人権侵害の事件が起こり、それを今まさに克服しようとしている土地なんです。ぜひそこの現地に行っていろいろなものを見聞きして学びたいと思っても、やはりその交通費を出すことを惜しんでしまって。交通費は高いですもんね。そうなんです。
で結局そういうところでせっかく放送になるために熊本に来たのに十分なことができないっていうことを対応を受けていない間に強く感じました。それからなんか対応を受けるときに連帯保証人が2人もいるんですって。まあ、親だけではダメで、もう1人こう立てないといけなくて、連帯保証人を立てられない人は基幹保証って言ってオリエントコーポレーションの方にお願いしないといけないんですけど、それはまたあの手数料がかかるのでこう引かれてしまうんですね、その分。なるほどね。本当に交通事故に遭うかもしれないし、犯罪に巻き込まれるかもしれないし、冤罪に巻き込まれるかもしれない。人の人生なんていうのは、平穏に行けばそれはそれに越したことはないんですが、何が起きるかわからないときにそういう人たちにやっぱり手助けをしてもらうっていうことが出てきますよね。そういうときに本当に志を持って、そしていろんな、今野口さんが言ったように若い時からいろんな経験を積んで現場を見てる、そういう弁護士さんや裁判官や検察官が育ってくれることは国民の利益にもなるわけですよね。はい、結局はそうです。国が、カバーできなかった部分を、カバーするのがやはり弁護士だったりするので、それはやっぱり国がこうカバーしてもらう分って言ったらちょっとおかしいかもしれないんですけど、そういう意識を持ってやっていくのが多分普通だというのが、そうですよね。で、そうするとやはり貸与制よりも給付制に戻してほしいと、それで皆さんがなんか最初は60人ぐらいから始められたのがもう今2300人もいらして、いろんな活動をなさってると思いますが、周りの反応はどうですか？周りのやっぱり国民の皆さんはやっぱり弁護士って言ったらお金持ちっていうイメージがやっぱり先行しているみたいで、なんかそんな恵まれてんのになんでと言われちゃうところがあるわけですね。はい、ただやっぱり一人一人しっかりとこういうふうに変わってきて、制度が変わってきて、今こういう状況なんですよっていうと、っていう形でやっぱり興味いた、持っていただいたりだとか、理解はやっぱりしてくれていますので、そうですね。はい、だからいかに、そうするとその個人個人の利益のためだけではなくて、日本の社会が人権が守られて、国として、利益になるんだということをもっと皆さんに、そうですね、放送会にあまり関係のない人たちにも分かっていただいて、この運動が実を結ぶといいですね。はい、皆さんぜひ若い力で頑張ってください。私も応援します。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。